今回ご紹介するのはオメガの自動巻き時計シーマスター REF166-0216 です。日付、曜日表示と機能性に優れ、さまざまな文字盤カラーバリエーションで展開された人気のシリーズです。搭載機はクイックチェンジ付きの CAL1020 です。ラグ幅 18mm です。ケース径は約 35mm、 リューズ含まず縦ケースのラグからラグまで約 39mm、 厚さ約 12mm、 風防含むです。操作方法、ケース右サイドにあるつまみがリューズです。そのままのポジションで手巻きができます。リューズを一段引いて回すとネイトがチェンジ。2段引いて回すと針が動いて時刻調整ができます。ハック秒針停止機能付きです。逆回しすると曜日変更が可能です。日差は24時間の実測で60秒以内に収まっています。実装時は多少の姿勢差はあるかと思います。特徴、文字盤は綺麗なグリーンカラー、アップライトインデックスとバーハンドの組み合わせ、3時1にデイデイと表示、存在感抜群の腕元に映える実用的な風防デザインです。
SS ケースは丸みのある塗装フォルム。ベルトを装着できるようガドーラグを採用しています。裏蓋にはシーホースの刻印が確認できます。バンドはイタリアモレラート製ストラップを装着しています。おしゃれに腕元を飾るセンスのいいオメガの一品です。コンディション、ダイヤル、文字盤、特に目につく大きなダメージはありません。文字、メモリのかすれ消えもありません。針、インデックスに錆等出ていません。夜光は経年変化しています。ケース、裏蓋、シレ、小傷が認められます。裏蓋の刻印は鮮明です。大きなへこみなどもありません。風防、シレ、小傷が認められます。装着しての日常視認性も十分に保たれています。ベルト、社外製です。軽い使用感がありますがすぐに装着可能です。尾状はノンマークです。付属品、本体のみです。
時計の外観コンディションや精度など詳細は説明欄にリンクを貼っていますので、ぜひご覧ください。またお気に召しましたらチャンネル登録もよろしくお願いします。時計の委託アンティーウォッチマンがお送りしました。